いろいろ集まりましたね。上位のチームほど気前が良かったせいだな。彼らは資金力があるだけに資材も豊富だ。それでも敵に塩を送るような余裕はどこも持ち合わせていないでしょうけれど、ポリスチームが彼らから敵とみなされていないのが幸いでした。ホットボルトをどう改造しても所詮ホットボルト、スーパーボルト仕様にするくらいが関の山でございますからな。加えてクラッシュ済みとなればなおのこと警戒など。無言で不満そうな思念だけよこすな、鬱陶しい。不満なのよ。我ながら悪くない案だと思うが、クラッシュした機体の修理に必要という名目で各チームのガレージを訪ね、余剰の部品を買い集めて回る。その際に荷台に潜んだお前がガレージ内を探査、サーキットに現れなかった予備機の識別を行う。特に問題点はない。実際調査は進んだ。そうね、素晴らしい作戦よ。私もそう思う。そこまではね。ええ、そこまでは。この先に何の問題がある？集めた部品をお前の階層に有効活用するというだけだ。そこが不満なの！どうされましたの？いえ、一石二鳥だろう。その前に、どうして私がまがい物の格好して賭け比べなんかに出なくちゃいけないのよ。片方だけでも勘弁してほしいっていうのに両方なの？他に方法がない。違うか。決勝とやらに参加する連中はもう私が全部見ているのでしょ。その中に寄生隊はいなかった。だが予備機まで調査して標的を発見できずとなれば、お前の目が幻惑されているとでも考える他に解釈の術がない。どこかに隠されている剣があるのかも。可能性としては否定しない。だが銀星号が力を求める者を選んで卵を与えていると言ったのはお前だ。どんな理由があるにせよ、サーキット上で何もせず隠れているような武者が選ばれるとは考えがたい。参加選手の方が可能性はある。聞き分けろ。子供をしつけるみたいに言わないで。あなたをそそのかした誰かはまがい物を用意するって言ったんでしょ。ならそれを借りればいいじゃないの。ふざけているのか、村正。冗談よ。わかってる。他に方法はないんでしょ。ならそうするまでよ。それが私の役目なんだから。そうだ、わかっているならいい。あとはどこが残っていたでしょうか。お待ちくださいませ。田村だけでございますね。一番遠かったので後回しにしておりました。参りますの？はい、低いですが田村の予備機にも可能性はあります。
そろそろ0時を回りますね。髪とお肌の具合が心配です。徹夜は良くないって言いますもの。へっ、チャラチャラしたもんだな。 GHQ の大尉さんは。そういうあなただって毎日手入れはしているのでしょ。こんな白くてプニプニしてて羨ましいったら。触るな、つまむな。つうか私はそんなかったるいことはしてねえ。嘘。本当だよ。なんでジュウがこっち向くんだ。お嬢様、お気を確かに。認めがたいことですが、時としてこのような方は存在するのです。本当認めたくはありませんが、いるものはいるのです。仕方がないのです。ナチュラルバーンフリックス。化け物呼ばわりかよ。こんなつまんねえことで。アヤネ様も口にはお気をつけよ。壁に耳あり、障子に目あり、いつの間にか多大な敵を作っているやもしれません。ん？タイ殿、お先に宿舎へ戻られては。あらあら、影明様、私の美容にお気を使ってくださるなんて嬉しいです。でもご心配なく、今のはほんの冗談ですの。私だってお肌の出来には自信がありますもの。この通り、影明様、触ってくださってもよろしゅうございましてよ。任務中ですので、お気持ちだけいただきます。てめえ、見事な仕掛け技でございます。お嬢様、そう、ナチュラルな魅力で迫る年下系ヒロインに対抗して色気で行く年上系、それこそが正しいあり方というもの。まあ大抵の場合、そうした年上系は序盤をリードするものの、最後には逆転負けを喫すると相場が決まっているのですけれども。皆まで言わなくてもよくってよ、バーヤ。既成事実ね、既成事実があれば勝てるのね。面白い夢空間言ってんじゃねえぞ、腐れ穴。とっとと離れやがれ。港さん嫌がってるだろうが。あら、誰がそんなことを言ったのかしら。ねえ影明様、私と一緒に愛の自転車人生バラ色号に二人乗りして、新たな未来へこぎ出してくださるでしょ。いいえ。ほらご覧なさい、そりゃ私のセリフだ。自転車の二人乗りは交通法規に抵触します、タイ殿。おそうございますよ、港様。見事な蹴りでしたよ、一条さん。うっかり走馬灯を見てしまうところでした。そのまま帰ってこなけりゃいいもんを。しぶてえ雨だな。今度はこちらから参りましょう。受けていただけるかしら。検討か、笑わせやがる。来い。では侍従殿、自分は田村のガレージを見てまいります。あ、行ってらっしゃいまし。おや、いかがされましたか。いえ、今。港様。え、あら、
あなたは。こんなこともあるんでないのって思ってね、ちょっくら張り込んだりしてたわけだけど、いやはやなんつうか期待を裏切らない展開じゃない。ぜひ裏切ってほしいものでしたが。警察だ！全員制止！やはりか。あなたは。お粗末様でした。お見事でございます。
こいつら、やっぱり口にするのも野暮なお話なのでしょうね。黄金の翼で圧倒的な王座に君臨するつもりが、何の間違いでか青い牙に尻尾へ食いつかれている。さぞ焦ったことでございましょう。だからってこれはルール違反っていうか、それ以前の問題じゃねえか。港さん、逮捕できないんですか？全員。無駄だろうね。連中が脳みそのつもりでナッツミルクを頭に入れてる甘味過剰のおバカでなけりゃ、人の手配の段階から専門の業者に頼んでるだろ。鎌倉にはその手のは5万といるし、自分らはただどっかの安っぽい飲み屋でたまたま隣り合わせた誰かにこんなことがあったらいいなっつう希望を聞かせただけ。もちろん何の罪も問えない、そういうシステムになってんのね。10円かけてもいいけど、こいつらには何も立証できないよ。せいぜいがこいつらの親分止まり。そこから先はゴリ夢中。港さんでよろしかったですね。ええ、到着が遅れ面目次第もありません。とんでもない、あなた方のおかげで救われました。なんとお礼を言ったものか。あちらのご婦人方も警察の？は。あなたには特に感謝します。見ていました。あなたがいなければミサオはあの爆風に巻き込まれていたでしょう。同じチームの人間として、無論まず父親として。港さん、ありがとうございます。危うく取り返しのつかぬことになるところでした。その点に関してはやはり我々は間に合わなかったようです。
我々は救われました、あなた方に。ええ、最初に申し上げた通り。王子氏、どうしても勝ちたい勝負で勝てないかもしれない相手がいる。ならそいつを消してしまえ。予測できない発想ではありませんよ。確かにね、本場じゃわりかしサハンジらしいよ、そういうのも。狙われるのはレーサーとクルス。特に後者だ。なんせ自力じゃ逃げられないし、大きくて重くて目立ってかさばる。ルール無視の連中にすりゃ狙いやすい。だから収納の際にはあらかじめすり替えておく。向こうでは当然すぎてむしろ使われないほどの防御策です。この国ではまだ有効でよかった。お父さん。ああ、なるほど。あらあら、まあまあ。決して。では破壊されたのは予備機です。これはこれで損失ですが、取り返しのつかないものではありません。手間が省けてしまいましたね。まったくです。粋な覆面姿のオレキレキにはお礼を述べておきましょうか。どうも聞いていただける状況にないのが残念でございますが。教えてやれればよかったんだが、こういうことはこっそりやらないと意味がないからな。よかった、おっと、よかった。ミサオ、お前も言ったように、この機体はお父さんの全てだ。1分25秒13。知っているな、ミサオ。ヌボラーリ。そうだ。昨年、この鎌倉サーキットの落成式典に招かれた世界最速の男。6年連続欧州統一王者ヌボラーリが叩き出した記録だ。僕はあの領域に挑む。世界の頂を望んで果たせなかった過去に逆襲する。
調教のおもちゃなど敵とは思わない。僕が狙うのは世界の最高峰だけ。そのためのアベンジ、そのためのお前だ。お前たちは僕が必ず守る。お父さん、だから超えてみせてくれ、世界の極限を。僕のアベンジを果たしてくれ、ミサオ。はい、お父さん、明日必ず勝ちます。そして世界に。ああ。